はい、NHK をポッドキャスト、入院2日目です。水曜日の夜からちょっと体調が、熱があるなと思ってたら、木曜日と日曜日ですけど、木金土日、39度から、昨日はなんと 40.2 度というですね、見たことないような、なったことがない高熱が出たんですが、ご心配おかけしております。顔映ってるかな、今ちょうどドクターがね、検診に来ていただきまして、診察に来ていただきまして、まあ5日ぐらいの入院でうまくいけばいいんじゃないかなというお話でした。まあ短くてれば5日、あと今日で、今日2日目なんで、あと3日、まあ、長くても7日ぐらいで退院できるんじゃないかと言われております。ご飯もね、ちょっとこんな感じで、本当喉が痛くてね、昨日は全く喉通らないというか、痛くて怖かったんですけど、はい、それがなんとか、なんかね、頭の悪いやつがね、なんかこう、なんか出せっちゅうんですけどね、その証拠みたいな、ちょっとこれ隠してるのか、先生のドクターの名前とか書いてるんで隠してるだけなんですけどね、なんか証拠出せとか、なんか言ってくるバカいっぱいいるんですけど、まあ一応、まあバカのために一応出しときますか、これで。立場の話になってますよね。っていうか、まあこの時になんなんですけど、僕って嘘ついたことないと思うんですけどね、予想が外れたことを嘘って言ったらそれは確かに違うけど、いわゆる人を騙そうとしたりとかっていう嘘はないですからね。もちろん相手がいることで、相手側が何か、例えばね、ガーシーが、まあ、あれも嘘じゃないですけどね、ガーシーが再入ね、議員の再入を党に入れると、それをトルコに拒否してくださいって言ったのは事実ですよ。僕もその話は聞きましたよ。でもその後、結果としてガーシーはお金党に入れてくれなかったんで、それをそのまま言ってるだけなんですけどね。もちろんガーシーに関してはいろいろとね、僕も多分捜査の対象に上がってると思いますから、別に捜査の対象って、僕はそういう容疑者とかでガーシーの事件に絡むことはないと思いますよ、被疑者とかね。ただもちろんね、ガーシーのお金の流れとかについて多分参考に聞かれると思ってますので、まあ、そういう意味ではちょっとそこら辺のところはできるだけ喋らないようにしようとしてるだけです。ただガーシーがね、出てこれると時になったら、いろいろとね、上司として彼がこれから楽しく生きていけるようにですね、いろいろと一緒に仕事をしたり遊んでいけるようにしたいと思いますが、今はね、被害者の方がいらっしゃいますので、そういった方々の気持ち逆でしないようにしたいと思っております。で、14日の日にですね、大津さんとの仮処分の裁判がありますので、まあ、そこはまでには何とか直したいと、まあ、直らなかったとしてもちょっと外出許可を取っていきたいと思ってます。まあ、昨日から今日にかけてのこんなに喋れることが、まあ、びっくりしてるんですけど、回復ぶりを見てると、まあ、十分本当に優秀な医師なんですね。ありがたい限りです。医学がすごいですね。それをすごく痛感してますけども、はい、病名が扁桃周囲、これなんていうのかな、の可能っていうのかな、の見てもらった方がいいか、扁桃周囲はなんていうの、難しい感じ、海でただれるっていう意味なのかな、はい、治療のための入院です、7日ほどです、はい、ということで心配をおかけしておりますが、まあまあ死んだりするのことはないでしょう、神様がくれたゆっくりしていい時間だと思ってゆっくりさせていただきます。面会は毎日2時から14時から17時ですので、お友達やスタッフの皆さんはぜひ冷やかしに来てください。以上です。 NHK をぶっ壊